こんにちは。ヤッホー、皆さん。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ラルトスさん、4周年、あ、これ STU のやつですね。ギフト4周年おめ、ありがとうございます。そう、なんか今あるらしいんですよね、ショールームのギフトで STU の4周年ギフトがあるっていうのを知ってる。あーちゃん、ハートありがとう。ナスさん、ハートありがとうございます。ね、そう。そうなんですよ。ありがとう。こんにちは。今日からだっけ？昨日からとか？ストポンさん、ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。そう、知ってる知ってる。あーちゃん、バラありがとう。みつさん、ありがとうございます。ギフト、こんにちは。ラルトスさん、ありがとうございます。だるま、感謝とって、あ、ありがとうございます。今あれやってるんですよね。そう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 、再販してるので、今7000しずさん、ありがとう。くま、気をつけて運転。ありがとう。くま3つ、123、123、ありがとうございます。くま、何の話してたっけ。おキャンネルさん、ハートありがとうございます。あ、ギフト今日からな、これ。そうなんだね、ありがとうございます。あ、そうさ、あ、動画見てくれましたか。ありがとうございます。そう、動画をミキテツイッターの方にあげたんですけど、どうでしたか。そう、そうだった。そう、えいひろさん、アイスありがとうございます。よしとさん、ありがとうございます。ハート、理学療法士合格、え、すごー、国家試験、え、すごい、おめでとうございます。 医学療法士ってすごい。お話し会の動画いい感じでした。あ、ありがとう、ありがたい。よしとさん、ハートありがとうございます。そうなんですよ、エアーお話し会みたいな、自分でお話、もう何だろう、本当になんかやってる感じで撮ってみたんですけど、どうでしたか。 こんにちは。めっちゃ良かった、だって嬉しい。なんか皆さんのコメントとかさ、読んだんですけど、ツイッターのなんかすごい、お話し会なんか追加したよとか 書いてくれてて、ありがとうございますって思いまして。1日で何回もループ乗せて、あ、そうですね、3回、ま、1日、まあそうですね、まあ設定としては、まあ、3回同じ人が来るっていう設定、別に1日とかで、まあ、1日、まあそうかな。安部さん、ありがとうございます。だるま、
んばんは、こんばんは。お花見するの？え、お花見したいけど、あの、見たからいいやって。でもお花見したいよね。お花見したいなって思ってます。最近はなんか本当に春休み期間みたいな感じで結構ゆっくり毎日過ごしてるので、そう、さっきメールにも書いたんですけど、そう、遠出とかしたいなと思うんですけど、そう、でも私、そう、結構インドア派なのでね、家にまあいることが多いんですよ。安部さん、ハート100個ありがとうございます。谷さんもありがとうございます、ハート100個。まあ確かにね、離れて見てもお花見、まあ確かにね、そう、見たから。初めての人でもあの動画見たら行きたくなると思う。本当？わあ、嬉しい。見てくれたかな、あの2期生ツイッターをフォローしてる人全員見てくれたらね、もっとあの再生回数とかももっと言ってると思うんですけども、全員はやっぱさすがに見てないのかな。うん、そう、パセリと行きたい。私結構、え、皆さんってインドアですか、アウトドアですか。こんにちは、こんにちは。ガワさん、4周年おめ、ありがとうございます。今日のお買い物、そう、今日はちょっとお買い物してきたんですけど、今日は服とか買ったんですよ。あの、お話し会も始まるしね、4月から。今行ける時に買っておこうと思って服とか買って、鬼インドア鬼インドアなんだ。久しぶり、久しぶり、ありがとう。どちらかといえばアウトドア。お疲れ様です、こんばんは。お疲れ様です、こんばんは。ご自愛やっぱありがとうございます。こんにちは、こんにちは。そう、インドア、なんだろう、全然外に出ないとかではないんですけど、結構私今日もあの映画をちょっとさっきまで見てて、私あのさっきミュージアムっていう映画を見たんですよ。ちょっとね、今ね、精神やられてるんですよね。そう、あの普通にショールーム始めたんですけど、今ちょっと精神やられてて、結構やばいんですよ。え、見たことある方いますか？ミュージアムっていう映画。出たらずっと出たいけど、予定がなければ家に。あー、でも私、でもそれ分かるかもしれない。私も出たらずっと出てたいっていうのは分かる、だけどもう予定がなかったらもういいやみたいな感じになっちゃうから、それは分かるかもしれない。カエルみたい。そう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 、あの本当に枕をずっと押さえつけながら見てました。こんにちは、こんにちは。本当に枕を押さえつけながら見ないと見れない。ナイトミュージアム、ナイトミュージアムではなくて、あのミュージアムっていう映画、あの邦画なんですけど、あのね、本当にやばかった。もうがっつり見れないんですよ、あれは。もう
誰しもがっつり見れない映画だと思います。結構グロいんですけど。丸山健二さんありがとうございます。こんにちは、見に来てくれてありがとうございます。あの本当にやばかった。もうやばい、もう本当にやばい、もう本当にやばい。いや、なんか私結構、あ、お金持ち先生4周年おめでありがとうございます。なんでその映画を選んだのって、私はあの結構ね、怖い映画好きなんですよ。そのホラーとかじゃなくて、まあ、サスペンスとか、そういうなんだろう、まあ、事件刑事物とか、そういう怖い映画は好きなんですよね。で、そう、なんかミュージアムってなんか聞いたことあるなと思って、気になるから見てみたんですよね。したらまあまあ黒くて、こんにちは、こんにちは。でちょっとどうしようか迷ったんですよ。もう本当にこれは見れんと思って、そうずっとどうしようどうしようと思いながら、まあ、見てたんですけど、なんか続きが気になって、そう、あのまあ若干あの見ないところとかもあったんですけど、最後まで一応見て、そうで、あの一番最後のなんかさ、一番最後ってなんかどういうことみたいな終わり方の時あるじゃないですか。なんかさ、最後の終わり方何っていう感じで、なんかエンドロールみたいな、そういうタイプだったんですよね、ミュージアムも。私もっていう感じで終わって、私なんか最後にどういう意味か分かんなかったら、その映画全部終わった後にその なんていうのネタバレみたいな調べて、そう、なんか推測してる人とかいるじゃないですか、そういうなんか書く人、そういうなんていうのネタバレで書く人。そうだからなんかそれを見て、ああなるほどねみたいな感じで思うのが好きなんですよ、私。映画で最後の最後の結末の謎をそれで見るのが好きで自分ではそう分からないんですよ。まあ分かるっていうか、あ、こういうことかなみたいな感じで考えることあるけど、それはあくまで自分のさ、まあなんか推測じゃないですか。だけどそれで調べて、あ、この人はこういうふうに思ったんだなとかっていうふうに思うのがすごい楽しいんですよね、映画って。うん、今は HKT だったけど知り合いから瀬戸内に誘われてる。お、 STU にいらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。いらっしゃい、こんにちは。ワンピースですか？ワンピースじゃないです、普通の服です。楽しいよね、なんか自分はこう思ってるけど、あ、そういう考えもあるんだなって思って、え、結局なんかこの映画を作った人はどういうさ、なんか なんていうのなんかどういう意図で作ったんやろう、この最後の結末どういう考えでこういう結末にしたんだろうって考えるのが面白い面白いんですよね。だから割となんかそういうちょっと意味深ななんか終わり方とかそういうの好き、結構うん、ヤッホーヤッホー、ツイッターのお話開封動画いいね、ありがとうございます、ありがとう、たくさん見てね皆さん。やっぱね、一人って難しいんですよ。あやぱんです、髪サラサラやん。
私新しくシャンプーしてから結構いい感じなんですよね。そう、あとアイロンも新しいの買ったんで。ま、あ、多分漫画、多分漫画原作だと思う。わかるわかる。思った以上にそう深い考察の人とかおって、それも面白い。わかる。うっかりあんこさん、だるま100個ありがとうございます。そうなんですよね。こんにちは、こんにちは。あゆぴさん、こんにちは。ありがとうございます。見に来てくれて。いらっしゃい。最後どんでん返し。ああ、私それも好きですね。どんでん返し系も好きです。わかる。美容室で売られてるやつではないんですけど、ずっと気になってたやつ、ピンクのね、ハニーなんちゃらってやつにしました。最近なんか見たい映画ある？今何の映画やってるか分かんなくて、結構過去のやつ見てる。他人の考察とか見るの好きなの？好きです。ミュージアムは邦画ですよ。田辺さん、4周年おめ、尊い、ありがとうございます。バイオハザード？バイオハザードは分からん。怖いものに限ってエンディングなんじゃそりゃが多い。いや、そうなんよ。そうなん、わかるわかるわかる。だけど、なんかそれをどう読み取ったのか、人々が。そういうのを見るのが好き。映画をさ、作った人ってさ、さっきも同じこと言ったけどさ、どういう気持ちで作ったんやろう。その物語の結末をどうしてそういうふうにしたのかなって考えちゃう。4月もクワトロ行きます。ありがとうございます。4月15日です。その前にあるけどね、30日。こんばんは、ヤッホーヤッホー、こんにちはこんにちは。怖い映画寝れなくなる。いやー、でもね、なんか結構な衝撃的映画で、私今日見たのが、なんか初めてレベルで、結構ドキドキ、すごいドキドキした映画だってした。もうめっちゃ声出しちゃったもん、一人で。本当に。そのシャンプー、スーパーはどうかな。薬局とかは売ってるけど。こんにちはこんにちは。映画ね、面白いよね、映画って。席通路側が好きですね、私。4月10日の神戸、どうでしたか皆さん。4月10日の北大公演の当たった方とかおられますか。日本語がちょっと分かんなくなった今。外れた？
こんにちは、こんにちは。パンケーキ作ってないし、全然食べてないです。コンビニのパンケーキは食べる。あ、そう、サラちゃんとね、コンビニのパンケーキが、そう、サラちゃんもめっちゃ好きらしくて、この間その話で盛り上がった。そういえば、あ、清水サラちゃんね、清水サラの方。外れた？私も出演します。トークはセルアミだけです。ああ、そうなんだね。え、もう4月10日か。そっかそっかそっか。意外と結構、あともうすぐで。こんにちは、こんにちは。岡田奈々さんと一緒に出れるん、出れるんだよ、やばくない？やばいですよ。でも、これは言わんとこ、まだ。楽しみに行けるの、なんかね、他の県に行くのにさ、ステージは同じだから不思議な感じしそうだけど、楽屋とかさ同じだから。でもなんか他の県に行けるのめっちゃ楽しみ。みんな当たってないの？当たってないのかしら、みんな。こんばんは、こんばんは。ね、今日あれしよっかな、質問コーナーみたいな。なんか前やりましたよね、質問コーナー、ん？質問コーナーだっけ？お悩み相談みたいな、お悩み相談会みたいな。広島以外は初です、初です。私たちは四国に行けるぞって、船で僕隊四国に行けるぞってなった時にコロナになってしまったので。そうなんです、広島港でしかまだやったことがないんですよ。ではお悩み相談会。うちわの文字は何がいい？うちわの文字、あ、やっぱ見えやすいのはあやパンですね。パンちゃんとか、やっぱカタカナが結構見えやすいですって思う、私は。でも全然何でも大丈夫です、私は絶対見つけるから。だけど分かりやすいのはやっぱカタカナかなって思った。はじめまして、お邪魔します。ありがとう、ふーちゃん。ふーちゃん、ありがとう。一押しと神押し、どっちが好き？一押しと神押し？一押しと神押し、神押し。え、一押しってあれでしょ？なんか何人かいての一押しみたいな感じですか？で、神押しはもうその子神押しみたいな感じ？だったら神押しかな。こんにちは、こんにちは。え、愛媛行きたい。最近よく買いに行くお洋服のブランド。エムズとか
はよく買います。こんにちは、こんにちは。 M's とか、まあ普通にもうハニーズとかですかね。まああと GU とか、あとライトオンとかも行く。うん、こんにちは、こんにちは。うん、絶対見つける。覚えとか、うん、覚えておいてください。あのカタカナの文字の人がいないからっていうのもあるけど、今日は晩ご飯何食べたらいい？ナス。ナス。え、でもナスって美味しいよね。ナスって美味しいよね。僕が探す。ホラー映画見る？ホラー映画は見ません。サスペンスとかそっち系が好き。こんにちは、こんにちは。うん、小説？小説は、最近は読まないけど、STU 入る前とかはよく読んでましたよ。結構読んだりしてた。あの、何？短編小説とか結構好きだった。運動会大丈夫って。うん、大丈夫じゃない。広島でおすすめのパン屋さん、広島でおすすめのパン屋さん、でもアンデルセンがやっぱ有名ですよね。私あのさ、本通りのとこにあるじゃないですか、できたやところ。まだ行ったことないんだけどね、めっちゃ行きたいんですよ。めっちゃ行きたいんです。あやパンに相談があります。どうすればあやパン沼から抜け出すことができますか？抜け出したいの？抜け出したいの？なぜ？あ、鈴打ちはね、多分ね、目立つと思う。うん、鈴はそう、なかなかいないよ。鈴って面白くない？うん、こんにちは、こんにちは。お好み焼き何トッピングするの？イカ。え、いいね。お好み焼きはトッピングしません。もうそのままが好き。でも強いてするなら、チーズかな。チーズか、なんかお肉多めとかがあったらそれにする。まあ、麻婆茄子だって美味しそう。こんにちは、こんにちは。たまに香水ハンドクリームについて、どこの使ってる？あ、でも最近はなんか香水っていうか、なんかなんていうの、なんか小さいスティック状の、あれなんてやつなんだろう、なんかホワイトって書いてるやつ、めっちゃいい匂いするんですよ。それつけた。なんかね、小さいこんぐらいのやつ、スティック状のやつなんですけど、めっちゃ使いやすい。小さいから持ち歩きとかできるし、多分プラザとかに売ってる気がする。こんばんは、こんばんは。え、運動会に決まったの？え、もう決まったの？
知らない知らない。夢王子さんありがとう、初見のってこんにちは、ありがとうございます。ずっと沼にいますって、そりゃそうでしょ。ネギ増し、あ、お好み焼きネギ、うん、そうなんだ。私あんまりなくてもいいかも。おお、ありがとうございます。本当に初見です。なんて読むんだろう、このローマ字いっぱい書いてる FFF さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。竜兵さん4周年おめ、ありがとうございます。やっほい。え、もう決まったの？あ、そうなん？運動会と切れる。え、もう決まったの？これって。もう決まり？もう絶対に決まり？知らんかった。人生の中で一番怒ったこと？なんだろう？人生の中で一番怒ったこと、え、思い出せないです。こもちんさんありがとうございます。バラ、はるなさん、ヨコピーさんありがとうございます。こんにちは、やっほー。仕事終わった、お疲れ。あ、なるほどね。もうアンケート締め切られても結果が見えて、あ、そういうことね。やばい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 、待って、どうしよう、ね、どうしよう、無理無理。もう絶対足引っ張るやつ、私もう運動会トラウマあるんですよ、だけ無理。どうしよう。私運動会は本当にあのなんかガチガチでなんか怒られたけん。そう、怒られたっていうか、なんか私が足引っ張るせいで、なんかもうちょっとなんか早く走ってみたいな。やだ、だから。え、ゆきりかバッサリ髪切ってる。え、そうなん？見たい。え、でもゆきりかって髪短かったくない？もともと。こんばんは、こんばんは。無理ー。隅っこさてそう。え、私応援団したいもん、本当に。え、応援団とか許されないかな、応援団係とか、保健係とかもするんで。あとなんか LINE 引きとかもするんで、ダメですかって言いたい。だって私いてもね、何も役に立たんし。うん、安兵衛さん4周年おめ、ありがとうございます。もう少し早くって、パンちゃんに、いや、そりゃ無理やろうって。 バカにしとるな。 まあ無理やけど。 気楽に行こう。気楽に行っていいと思いますか？うん、じゃあ気楽に行くわ。あんまりなんか、大丈夫そうなやつだけ出たいな。でもさ、2期生でさ運動会とかなんかやばくない？あ、絶対ユナユナやばいやろ。 走るのとか、パセリも意外とって言ったらちょっと失礼かもしれないけど。
汗早いもんね。うん、ゆうすけさんありがとうございます。本当に試験です。こんにちは。こもちんさんバラありがとうございます。こんばんは。チアガールチアガールはちょっとみんなからちょっと批判生んじゃうよみんな頑張ってるのに何なんでチアガールしとるんやってなるからあ、私実況したいわ。実況したい。あの走ってるところとかみんなの実況したい。ダメかな。そういうのはやっぱなしかな。オリバさん本当に初見です。ありがとうございます。こんにちは。え、パセリ早いね。え、元バ…え、そうでした、ごめんなさい。そう、元バスケ部で。こんばんは、こんばんは。得意種目ないですね。お仕事休憩、こんばんは、こんばんは。ぶん兄ちゃん、ありがとうございます。一番足速いの、2期生だ。なんかなっちゃんとかも速そうじゃない？なっちゃんなんかさ小柄だからなんかすごいなんか素早く走りそう。なんかパーみたいな、すごい軽々しく走りそうなイメージなんですけど。パン食い競争専門。パン食い競争したいけど、私パン食い競争がその早いかどうかはまた別ですよ。なっちゃん自信ないの？あら、そうなんだ。あ、そっちタイプね、なっちゃん。へー、私と一緒。子供たちみんな早そう。なんか私の中で、あの、もしドッジボールとかがあるとしたら、まあ、運動会ドッジボール多分ないと思うけど、ドッジボール、あのサラちゃん、清水サラちゃんはなんかガチの名しそうだから怖い。なんか投げる時とかもさガチそうじゃない、めっちゃだから怖い。なんかさ、どこを狙ってるか分かんない人みたいないるじゃないですか。あの、そっちを投げようと思ってなんか違うとこ投げるとか、なんていうの、なんかそういうちょっと読み取れない人みたいな。あ、そう、顔面パイをやった時になんかそれは結構証明された気がするね。池田ちゃん、そしてゆらちゃん、わかんない。ゆらちゃんは怯えるかめっちゃ強いか多分どっちかだと思う、うん、絶対そうじゃない。ドッジボールだったらめっちゃ強くてめっちゃ投げるか、終始逃げて怯えてるか、どっちかの人だと思う。どっちだろうね、ちょっと想像つかないけど。でもなんか面白そう。サーヤンどうなん？どうなんだろうね。でも運動神経はあんま良くなさそうリコチは最初に当てられそう。わかる。なんかさ、ドッジボールとかさ、なんか最初にボールを取ろうと思って出てって当てられるっていう、一番最初に。そういうタイプ。
ミリタン、あ、ミリタン強そう、強そう、怖い、私絶対ミリアちゃんに当てられる感じする、なんか今そういう未来が見えたの今すっごい見えた。お邪魔します、いらっしゃい。あ、確かにね、ゆらちゃんはえほんまにゆら無理なんやけどどうしようとか言いながら始まったらめっちゃボール取るし、 めっちゃなんか強いみたいな。え、こ無理無理、なんかもうかドッジボールとか考えただけだな、震える。あ、タムも怖そう、タム怖そう、うん、怖そう怖そう。ごめんごめん言いながらぶつけてきそう、わかる、めっちゃわかる、え、ほんまにごめんって言いそう、当てた後に。私最後まで残る人じゃないですよ、うん、あの最後からなんか4人目ぐらいで当てられる人残ってる。うん、3やん、当たってないもんって言いそう、そうかな、当たってないもん、当たってないもんって、でも言う人おるよね。課外活動チーム対抗、あ、面白そう、あ、なんかでもそんな風になりそうな気がするね、チーム対抗みたいな、でも人数が違うからな、どうだろうね。こんばんは、こんばんは。うん、そう考えたら絶対ピンマイカー強いよね。なんかピンマイカーはもう何するにしてもなんか一番強そう。うん、全部強そう。綾乃さん、ゆききさん、こんばんは、ありがとう、こんばんは、うん、そうなった時に、うん、でも結構タム強そうだよね、タムとかサラちゃんとか、いや意外とアイコちゃん強そうだな、裏ボス的存在な気がする、あのミニスタジオでは。さこちゃん、さこちゃんも結構裏ボス感あるよね。そう、意外とさこちゃんでも走るの速そうじゃない、めっちゃ手足長いし、ね裏ボス。でも愛子ちゃんももっとバスケ部とかじゃなかったでしたっけ、だから多分速いと思う。私多分すぐ狙われると思う、やだ、怖い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 、バレエとかあったらいいのにな、こっちのアタックの方のバレエ。
バレーならまあできるかもしれない。サーブしかできないけど。さこちゃん細いから避けるのうまそう確かにあの幅がね狭いからね。確かに。そう。そう、サーブしかできないけど、まあできる、できるっちゃできる。うん、サーブしかできないけど。運動会か。まあまあ4月やるのかな。じゃあどうなるかわからないですけど、お楽しみにお楽しみに。ではお悩み相談、他に何かありますか。お悩み相談じゃなかったけど、全然今の。うんうん。ね、何やるんだろうね。全然それになったのも知らなかった。でもゲリラライブも楽しそう。お悩み相談じゃなくてもいいや。なんか質問コーナー、イエーイ。うん、たくんさんありがとうございます。初見。明日暇です。何したいですか。もう春休みですか。明日暇です。あ、じゃあ映画のミュージアムを見てみてください借りてみてみてください。借りてもいいし、もう、ま、本当にあの布団か枕かをお供にしないと、それで隠しながら見ないと見れないですけど。うん、ヒートテックはいつ着るのやめたりですか。ヒートテック、もう着なくていいんじゃないですか。うん、おしめに塩対応されたらどうすればいい。塩対応、そうだな。でも塩対応は愛の塩対応だと思うのでそうだって、そう、何かしてたらその別だけど、それはそのゆきさんが、ゆきさんが何かをして塩対応されたならば、それはゆきさんがね、それは考えなければいけないけれども、そう、勝手に塩対応されたんならそれは愛の塩対応なのでいいと思います。全然気にしなくて。パンはおやつに入りますか。私は入らない。うん、お話し会でうまく喋るコツは？喋るコツ、もう考えとく。内容を、喋る内容を。うん。最近塗り絵してるみたいなこと言ってたけど、今もしてない。あ、今はしてないです。
仕事のモチベーションを上げてください、上げてください、難しいけど、私のメールを見る。パンちゃんのメールの返信少なくてごめんなさいなんですけど、通常何日後に見れる？あー、メールの返信は1週間1回ぐらいとかかな、2週間以内って感じかな。4周年婚のビギナーの時のパンちゃんめっちゃ堂々と踊ってたけど緊張とかしなかった？しましたよ、めちゃめちゃ緊張しすぎてもう固まってたよ裏で。2泊3日の旅行行くのはどこ行く？でもやっぱ宮城に行きたいな私は。昇格したら公園で一番やってみたい髪型、巻き髪です。巻き髪、ここら辺を編み込みして巻き髪、てか巻き髪をしてしたいです。ずっとストレートで私髪黒いから結構重く見えちゃうんだけど、巻いたらちょっとは違うかなって思っております。背を伸ばすにはどうしたらいいですか？それは私に聞かれてもわかりません。それはもう生まれ持ったものなのでね。どう頑張っても選ばれるのは綾鷹なんですが、知らんそんなん。マイハさんとのもっと STU めっちゃ楽しかったです。あ、ありがとうございます。見てくれたんですか？マイハさんはすごいお話ししやすい先輩です。こんにちは。高めのツインはちょっと私は似合わないですね。巻き髪、私ね、巻き髪っていうかその巻く用のアイロン持ってなくて、ストレートアイロンしか持ってないから巻けないんですよね。そう、配信とかでは多分いいと思うんですけど、こんばんは。そうなの。お姉ちゃん背高いの？お姉ちゃん背低いです。ヤッピーと同じ、あ、ヤッピーよりはもうちょっと背高いかなぐらい。あ、そうそう、和装のあのメイドさん来た時は巻いてもらったんですよ、髪の毛を。そう、初めて巻いてもらった、あ、初めてじゃない、初めてだったっけ。パンちゃんが好きなご飯物は何ですか？お寿司。こんばんは、お久しぶりです。こんばんは、お久しぶり。本当だ、めっちゃお久しぶりだ。いらっしゃい。福岡のおすすめ観光スポット、おすすめ観光スポット、糸島の海。プレゼントもらうのはどんなもの？プレゼント、なんかそう、どういうものを、なんか想像つかないんですよ。でも何でも嬉しいですよ。プレゼントってもう想像つかないけど、まだ
そんなプレゼントね、もらえるなんて本当にありがたいですよ。そんな私にってなっちゃう。こんばんは、こんばんは。好きなお寿司のネタ、サーモンかな、一番。でも最近サーモンあんまり食べれないんですよね。でもサーモンかな、一番は。ショートにしたいと。私もうちょっと切りたいんですよ、実は。実はもうちょっと切りたいなって思ってたぐらいなんですけど、ちょっとね、3センチはないとダメだった。だけど、もうこの辺りぐらいまで切りたいんです、実はね。でも結構短くなった方ではあるんですけど。こんばんワッフル、こんばんワッフル。パンみたいな髪型するのは何パンゲ、え、どういうこと。パンみたいな髪型って何、それは知らん。久しぶりになっちゃってごめんね、あやばん。ずっと好きだよ、ありがとう。全然見れる時で大丈夫、私も毎日やってるわけではないな。うん、お寿しかないもん、サーモン面白い。ラーメン、何ラーメンが好き、味噌ラーメンが好き私は。こんばんは、こんばんは。今日もそういえばテレビつけてないわ。今日テレビつけたっけ、つけてない気がする。あやぱんのツイン最強なんだけど、どういう時にするの、公演ですか、それとも配信とか。配信はあんましないけど、あ、でもこの間ツインテールの時に、ツインテールの日の時にしたよね。公演は本当に気分です。私ツインテールになる気分ってそんなにないですけど、なんとなくなんかやろっかなって思った時にやってる感じだから、本当に気分ですね。うん、私なんかもうずっと下ろしてるから、ちょっとさすがに変えようかなってなった時にツインテールをした。こんにちは、こんにちは。ロング派、うん、ロング派私は。結構私の場合は多分長い方がパッとすると思うんですけど、でも今はね、ちょっと短くしたいなっていう気持ちはある。そらめ、え、美味しいよね。そう、美味しいんだよ。前髪分ける、ちょっと分ける。あ、でも私今ここの前髪を横髪伸ばし中でちょっと伸びてきたんですよ、わかる、このちょっとここ今伸ばし中なんですけど、ほら前より伸びたでしょ。ここを伸ばして横髪にする今計画を立ててて、そうで、あの今こっちの前髪の量が多いの で これをもうちょっとこっち側にしてみたいな、わかる、そうそうそう、そしたら量が減るです、前髪の量が。だから今ここね、育成中なんですよ。そうだから、ね、あともどんぐらいだろうね、でも結構前からも伸ばしてるんですけど、まだ
まだこんなもんなので結構時間はかかると思うんだけど、でもまあ待つのみって感じです。こんばんは、こんばんは。お好み焼きはそば？え、そば、絶対そばです。お好み焼きを食べに行くなら、行くときは絶対にそば。なんか買うとかってなったときに時々うどん食べたいなってなるときあるけど、そばにする。美容院行ったときに切られてる説ない？いや、ここは切らないでくださいって言ってるから切られてないよ。こんばんは、こんばんは。年内は行く、大丈夫やろ多分。私の予定ではもう春ぐらいね、結構伸びてる予定なんですけど、もう春か、あの4月5月ぐらいにはもう結構伸びてる予定でなんですけど、あのでアイロンをね、アイロンで伸ばすの、ここの横髪を。今はどうしてもここ浮いてしまうんですよね。お好み焼きはそば、うん、そばです。でもうどんも美味しいよね。ミニスタジオ2部とも行くよ。お、ありがとうございます。30日、ポニテに触覚好きなんやけどいつか見れる。私のポニテは多分見れないと思います。公園で私多分ポニーテールしない気がする。ポニーテールって一つだよね。多分しないと思います。なんか頭の形と顔の丸さと全部なんか目立ちそうだから、ポニーテールはちょっときついかなって思っている。私はまあいつかね、やる時が来たら、まあその時は見てください。じゃあしてみたら評判いいかもよ。どうなんだろうね。わかんない。自分、うん、どうなんやろうね、わかんないです。でもすごい踊りやすそうだなとは思うけど、多分私結構いつも髪下ろしてるから、もうそれに慣れてるっていうのもあるんですけど、めっちゃスースーするやんみたいな。まあまあいつかやるかもしれないので、やらないかもしれないし、やるかもしれないし、それは分かりませんので、これからも注目しておいてくださいね。そう、でも結構なんだろうな、やっぱ、ね、髪型アレンジができるようになったらいろいろできると思うから、そうなったらまあポニーテールというよりかは、なんかポニーテール風のなんかはやるかもしれない。ポニーテールオンリーみたいなのはやんないかもしれないです。はい、ではなんか質問ある方、ロブ、ロブっていうの、ロブスターじゃん。ボブより少し長めの髪、あ、でも私ちょっとそれぐらいの長さにもしてみたいって思う。編み込み下ろし、あ、私それめっちゃしたい。ポニーテールって、でも髪をね一つにねこう結んでてね、取った時の開放感すごいんですよ。ポニーテールって一日中とかずっと結んでて
で撮った時のなんかもうはあっていうのがすごいんですよ。寝てる時どんな夢見てる？私変な夢しか見ないんで この間は電車の座席が壊れる夢見た。まあ夢って基本変な夢ですよね。こんばんは、こんばんは。休みで雨の時に外出る方法？え？普通に出る。こんばんは、乃木坂大好きさん、こんばんは。ありがとうございます。メンバーの夢見ますか？メンバーの夢はね、見ないです。あ、み、うん、あんまり覚えてないけど、見ない、わかんない。覚えてないけど、最近は見てないですね、メンバーが出てくる夢は。多分私さ、今日メールにも送ったんですけど、ダンスパートの音楽あるんですよ。そのミニスタジオでやってるダンスパートの音源私持ってるんですけど、そう、なんかずっと気になってたんですけど、なんかそれを朝に流したらすごい目が冴えるのかどうかみたいな、ずっと自分で気になってて今日流してみたんですよ。そう、そしたらね、やばい もうドゥク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 みたいな音が流れてるから、ずっとなんかもう心臓に響いてめっちゃ目覚めた。ちょっとおすすめかもしれないです。めっちゃね、心臓に響くんですよ、あれを結構大きい音で流したら。皆さんもおすすめです。もう朝起きれないよっていう方は、まあそっか、でも皆さん音持ってないもんね。なんか YouTube とか、なんか YouTube とか、まあ DMM とかそういうのとかでやってみてください。こんばんは、こんばんは。あ、おばあちゃんね。STU48 ってやつか。朝からめっちゃパリピやん、なんか ふうみたいな 確かにそれはもう起きれそうだけど。自然と朝から踊りそう。あ、踊ったらね、めっちゃ起きれますね。でもどうやってアラームに設定するのか分かんない。お疲れ様です、お疲れ様です、ありがとう。私立探偵 N さん、ありがとうございます、見に来てくれて。私今のアラーム音はなんかね、日によって変わるんですよ、私。アラームを何か知らないけど、チャン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 の時もあるし、なんかチャカ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 みたいな時もある なんか気分なんかな 4周年のオーバーチャーで踊ろうって言い出した。あ、なんか演出家の方です。演出家の方がいて、4周年のコンサートが全部指導してくださったんですよね。ユニットの
ユニットとかも全部そういう構成とか全部やってくださった方。ミーサさん、ありがとうございます。そう、私のスマホめっちゃ気まぐれなんですよ。本当にアラームのと違う時もあるし、アラーム鳴らない時もあるし、なんかようわかんないんですよ。一瞬のスリル、一瞬のスリル大好き。なんでなんやろうね、私も謎なんですけど、そう、音鳴らない時あるんですよ。私気づいてないだけなんかな。こんばんは、こんばんは。携帯の画面からアラームのマーク消えてる時ある。んか携帯のマークって何？知らない知らない、そんなの。無意識に止めて、無意識に止めてるのかな。しかも気づいてない、あれってさ、気づいてなかったら勝手に止まるんですか、アラームって。結構ね、アラーム鳴ってないじゃんって思うのは、アラーム設定したすごいもう何時間後とかなんですよ。止まってるのかもしれない、もしかしたら。わかんないけど。あ、止まるの？あ、じゃあそれだ、多分それや、勝手に止まってるんだと思う、多分。そういうことか。そういうことか。そろそろ終わろうかな。そろそろ終わろうかな。もう暗い、もう暗い。暗いよ皆さん。今めっちゃ髪の毛少なくてめっちゃ嬉しい。そう、意外と時間経ってたね。ではランキングを発表したいと思います。13位ヤドくん、ありがとうございます。12位エレメンツさん、ありがとうございます。こと13位エレメンツさん、ありがとうございます。12位ドゥグラスさん、ありがとうございます。11位ユージローマルさん、ありがとうございます。10位ラブリー48さん、ありがとうございます。9位キルスさん、ありがとうございます。8位ミツさん、ありがとうございます。7位ヤドくん、ありがとうございます。6位渡辺さん、ありがとうございます。5位田辺さん、ありがとうございます。4位クレセイジンさん、ありがとうございます。3位お金持ち先生、ありがとうございます。2位あーちゃん、ありがとうございます。よっ。1位はナノセンシズ運転中無言さんです。ありがとうございます。無言でも基本無言じゃない、みんな。多分だけど、ショールーム見てる人、ありがとう、いつもありがとうございます。では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 、ありがとうございました。
バイバーイ。